どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パパタルです。だけで今回なんですけども、世界記録更新できるか公式発表をまとめ、ボーナスマネーとソロお金稼ぎです。今週は新車両が追加されたり、イベント新しいレースなどが追加されました。で、期間なんですけれども、まず8月の18日17時頃までとなっていて、それ以降はまた違う週のアップデートが来ます。で、今週はですね、いろいろな特典があって、まずカヨペリコ KMT シャツっていうのがすでにね解除されているということなので、スペシャル T シャツのあたりから確認をしてみてください。また新車両を購入するとイエティのフラットキャップも無料でもらえるよと。割引などについてはね、詳しくは説明欄のアップデートまとめを参考にしてください。また新しいイベントで街に骸骨が出現して、そして金属探知機を回収、そしてカヨペリコに行って埋蔵金を回収するといったイベントが開始されました。まあ、報酬はね別として、まあ、こうお宝探しっていう部分では新しい要素が入って面白くなったんじゃないかなと思います。まあ、報酬はね思ったより少ないっていう感じなので、毎日のちょっとした、まあ、お金稼ぎみたいな感じでしょうかね。まあ、今後広がるといいですね。で、今週はですね、いろんなね、いい車両っていうか割引も結構来てるんですけど、まあ、今週ボーナスマネーあります。で、自ら、貨物の調達ミッションをクリアすれば15万ドルボーナスマネーということで、これ自ら貨物調達ミッションをクリアっていうのがね、これどこまでなのかがはっきりわかんないんで、全部やっちゃった方がいいかなと思います。まあ、要するに自分で調達すれば多分クリアだと思うんですけど、まあ、完了させればっていうのも怪しいとこなんで、まあ、売却までしちゃった方がまあいいかなと。報酬2倍でね、初回、売却できますので、まあ、それが終わっていて通常報酬の場合は、まあ、バンバンね、売却してもいいかなと思います。今週新しく追加された10個の新しいカヨペリコレースです。ジョブからロックスターゲーム作戦のレースの中にあります。で、いろんなバイクレース、そしてシーレース、そしてフライトレース、またランドレースといろんなジャンルがあります。まあ、特殊車両を使うものもあったりします。で、今回はですね、配信されて、まあ、12時間ぐらいまでだったら再起動をしていなければ世界記録をね狙える可能性がありますので、まあ、ぜひね、まだ世界記録がそんなめちゃくちゃ速くないよっていう感じの、対象になる人であれば、もうねチャレンジしてみてください。新しいレースなどが追加された時は世界記録を狙いやすいと。で、世界記録更新すれば RP と、タトゥーなどの解除もありますので、まあ、あまりにもね、右下の世界記録がね超速いんじゃ無理なんですけど、まあ、再起動などをしていない場合はね、結構まだまだゆるゆるな場合もありますので、ぜひチャレンジしてみてください。では、ここからはお金がない初心者さん向けのね、ちょっと攻略法っていうか、お金の稼ぎ方ですね。例えばですね、レースを一周とかにして、で、簡単なものだったらカヨペリコの上りっていうレースなんですけど、これだいたい1分ちょっとぐらいでクリアできちゃうんですね。レースっていうのは1分でクリアしちゃうと安くなっちゃうので、まあ、最大の報酬を得るには8分クリアがいいですよということで、例えばね、まあ、忍びとか持ってるか分かんないですけど、他のねオフロードバイクでもいけると思います。このようにちょっとジャンプしてポーンとね、カヨペリコの屋敷の中に入ることができるので、まあこれでちょっと遊べるかなと。で、こうやって車から降りたりするには GTA レースっていうのを設定する必要があります。普段のレースではねできません。GTA レースだと他のプレイヤーさんとやる場合ね、戦いになっちゃう可能性があるので、まあ、ソロでやるときにね、ぜひ GTA レース試してみて、このように探検をしたりとか、普段こんなところね、車とか乗り物で入れないよねっていうところ入ったりして、ロックスターエディター撮影するなどをしてみてください。で、8分以上でクリアすると最大の報酬、まあ、10分でも15分でも同じなので、まあ、8分ちょっとぐらいがいいと思います。結構ね高めな報酬2倍となってますので、稼ぎやすいかなと。またカヨペリコのレースを10回クリア、これは新車ドラウグルが割引になります。ソロで可能で、同じレースの繰り返しでもいいので、1分ぐらいの先ほどのレースをね繰り返すのもありかなと思います。今週は CO の極秘貨物の調達とか、またはその準備がめちゃくちゃねお得になっています。というのも、調達スピードアップとボーナスマネーということで、極秘貨物の倉庫を持っていると大型アップデート以降スタッフが調達をしてくれます。これが割引になっている上にスピードアップということで、まあ大体15分ぐらいとかで持ってくるんじゃないかなと思います。で、さらにですね、オフィスから自分での調達ですね、これも割引になっていて、
結構稼ぎやすくね、なるかなと、まあ、利益が増えやすくなってますので、まあ、この期間にめちゃくちゃ貯めといて、で次回ね報酬2倍の売却とか来た時に売却する、もしくは大型アップデート以降初回ボーナス売却2倍っていうのがありますので、それをまだ使ってない人はそのために今めちゃくちゃ貯めるっていうのもありかなと思います。で大きな倉庫マックス貯めると、通常の報酬は222万なんですが、報酬2倍になると444万も稼げますので、かなりお得です。すでに大型アップデート以降初回ボーナス、売却2倍を終えてしまってる人は、まあ、小さい倉庫でもいいと思います。売却をね今回調達と売却しておけばボーナスマネーがね後からもらえるってなってますので、まあ、ぜひ今週中この CO の極秘貨物を1回はねやっておくといいかなと思います。全機種共通の今週の簡単タイムトライアルです。今週は比較的簡単でめちゃくちゃ安い1万5000ドルのバティ RR でもクリアできます。まあ、翔太郎とか白鳥ドラッグだったら余裕です。 PS5 の場合ハウスペシャルワークスアップグレードした白鳥トラックだったらめちゃくちゃ余裕でできると思います。では1万5000ドルの、まあ、ちょっとねカスタムはね、ガチガチにしてるんですけども1万5000ドルのバイクでも攻略できると。で攻略方法としてはこのルートをねちょっと大幅に、カットしていきます。まず右に曲がってなるべく直線を走りたいということでここ行きます。でバティ RR の場合はウィーリー走行すると速くなりますので、まあ、このようにスピードアップさせていきます。まあ、どうしてもねハンドルを切れないので前かがみでもありです。で慣れてる人はこのように思いっきり大胆にショートカットもありかなと思います。続いてここはルート通り行きます。でその時ですね大回りになっちゃったりすると思うので、これねカーブするときは注意してください。特にね右側からね急にグッと右に曲がると危ないんで、ちょっと大回り気味に行けばスピード落とさずに行けると。まあ、アウトインアウトってやつですね。外から入って内側で進入して外で抜けるっていうのやるとスピード落とさず結構いきます。で交差点これ注意ですね、よーく左右の車の動きを見てください。これに当たると、まあ、タイムロスというかクリアしづらくなります。でこの辺りも慎重に行きます。まああまりこの辺りね無理しない方がいいです。残り20秒もあるので、まあ、あとはゆっくり進入してください。ここです。ここを左に入ります。そうすることでゴールのところに一気に近づけます。で右に曲がります。この辺り転ばないように、まあ、時間は余裕持って5秒ぐらい前にねクリアできますので、まあ、初回報酬は10万1000ドル、2回目以降は1000ドルとなってます。ぜひチャレンジしてみてください。続いては今週の RC タイムトライアルです。マップアイコンオプションからアクティビティで下から2番目ぐらいのやつかな。で RC バンディとタイムトライアルを表示することができます。で条件なんですけれども、まずアリーナを持っていることと、また RC バンディットを持っている人がチャレンジできます。これらはめちゃくちゃ高いので合わせると250万ぐらいね使いますので、まあ、すでに持ってるよっていう人がチャレンジしてみてください。では攻略のコツなんですけれども、アクセル全開で曲がらないようにする、そして視点を遠めにしておくといいです。最初はスピードめちゃくちゃつけるんですが、この辺りでアクセル離すと、押したり離したりを繰り返します。そしてこの黄色いねチェックポイントしっかりと踏まなくても、ちょっとかすめるだけでも実はチェックポイント取れます。普通のレースとかとは違い、ちょっとねほとんど触ってないぐらいでもねチェックポイントは取れますので、まあ焦らず、そして大回りしすぎないようにできる限りショートカット気味でねチェックポイントを取れるといいかなと。またジャンプした時はですね、アクセルをパッと離した方が着地が意外と安定します。アクセル全開で着地とかをしちゃうとギュルンとね曲がったりね転んだりします。なので段差ジャンプは注意ですね。でここもアクセルふっとね緩めます。おっとっとってなりますけど緩めた方がいいです。でここぐるぐる回りますけど、今右のとこねギリギリ取ったって感じですね。でこの辺りから10秒前になりますけれども、焦らずで慎重に最後直線を、行きます。で初回は10万1000ドル、2回目以降は1000ドルの報酬となってます。最後に次世代機限定 PS5 と Xbox シリーズ限定のハオスペシャルワークスタイムトライアルです。これはアップグレードした白鳥ドラッグがおすすめです。でゴール地点までいきなりちょっと違う道最初入ります。
このように大回りすることによって高速道路を直線で進入できるのでやりやすいかなと思います。で最初は、ちゃんとね、走っていくんですけど、途中からですね逆走したりしますので、まあ、ちょっと危ないなっていう人はちゃんとルート通り行ってもいいかなと思います。ここ逆走することによって、まあ、だいぶねショートカットできます。でさらにここも大胆に思いっきりショートカットします。実はこの直線上にこのように農場の方へ行けると。であとはですねもうスピードをガンガンつけて、どうしても曲がれない時だけアクセルフッと離すか一瞬ブレーキかけるかぐらいで野良車両を追い越していきます。追い越すときはその車両が右に曲がるか左に曲がるかどうかっていうところもちょっと予測しながらね行ってください。特にですね道が広がってるときは急に曲がるやつがいるのでこれ注意です。まあ、今回全然曲がるのちょうどいなかったんで安全だったんですけれども、まあ、特にねこの辺りかな、これ急に左に曲がるやついたりするんでここも注意ですね。ここも危なかったりします。であとはですね最後ロストのねアジトあたりに行くんですけれども、その時ですね、岩とかが結構落ちてますので無理にショートカットしすぎて転ばないように、この辺りは減速した方がいいです。もう時間はね20秒以上今のところありますので、まあ、余裕を持ってねクリアできるかなと思います。ハオスペシャルワークスのタイムトライアルは初回だけでボーナスが25万1000ドルとなってます。2回目以降はね出現しない限りチャレンジすることができません。というわけで最後までご視聴どうもありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。Smoke weed every day.